えー、皆様、こんばんは。2022年1月10日月曜日の、えー、ボギーチャンネル。私主催の、えー、ボギーテドコンでございます。はい、今日はもうね、あの、チャンネル桜月曜日の始めの日ということでございまして、なんとスタジオにさきちゃんとナビーちゃんが乱入しまして、もう放送にならないというか、 番組にならないようなドタバタをね、さ、え、ら、ー、してしまったんですが、まあ、新年最初の放送はそんなもんでいいかななんてね、思っております。さて、えー、今夜もちょっとね、資料の準備で遅れまして申し訳ございません。あのー、 とんでもない資料揃えてたんでね。はい、ということで、今夜もいろいろお話をさせていただきます。さて、今夜も、セーラさん、はい、えー、チャンネルボギー運営さん、それから、コウスケさんからは、シマラッキョウスムージー、中佐、こんばんはんこ、森のみ子さん、モンドさん、どうも、こんばんはん、こでございます。江戸前あさり小僧さんからは、ニラでございます。それから、ハチさんからも、ニラ。ニラですよ、ニラ。 それからね、えー、みんな仲良くさんもお見えでございます。ということで、さて、今日もいろいろお話をさせていただきたいと思いますが、まず最初にお話しさせていただきたいのは、はい、えー、今日ね、1月10日は、えー、受難の日ということでございます。受難の日。みんな仲良くさんどうも、しまらっきょうスムージーありがとうございます。受難の日。さて、何が、まあ、樹難なのかというとね、 ナビーちゃん。はい。今日実はお出かけだったんですよ。はい。このようにね。もう目をまん丸に輝かせてですね。はい。ルンルンと。はい。 パパ今日私どこ連れてってくれるのまた公園行ってくれるのルンルンっていう感じで、もうとにかく大喜び。もう車の中で落ち着きがないというか、なんていうか、もう行くのはこれから公園だと思ってたみたいなんですよね。さて、えー、車を走らしてしばらくね、えー、行ったところ、実は今日はこういうところにナビーちゃんを連れて行きました。と <laughs> はい。<laughs> はい <laughs> もうそ。そういうことですよ。はい。そういうことなんですよ。<laughs> なんですよ。<laughs> まあ、ここの駐車場に入れた途端、バーディー君はもう逃げようとするんですけどね。はい。ナビーちゃんは、 まだまだそういったところがわからないみたいでも、とにかくどこに行っても大喜びなんですよね。しかしね、途中でちょっと雰囲気が違うことに気づきます。それも診察台の上に登った時に <laughs>、初めて <laughs>、これは何かが違うぞっていう感じでね、はい、引く引く、引く引く。 えー、されました。はい。まあ、この時になって初めて私はもしかして何かされるのっていう風に気づいたようでございまして、セイラさん。その通りでございます。診察台に登って初めて気がついたんですよね。それまではもうね、あの床の方で あの、看護師さんとかにじゃれたりして大喜びしていたんですけど、この上に登ってただならの雰囲気に初めて気づいて、もしかして私、騙されたのかなっていう感じになっちゃったんですよね。さて、その後、どうなるかと言いますと、先生の優しい手が <laughs> 近づいてきますよ。はい。しず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 ,しずと、 先生の手がナビーちゃんに迫ってきます。その瞬間、どうなったかというと、プスッということで。<laughs> いや、もう、いや、もう、本当におかしくておかしくてですね。 もう、涙が出るぐらい笑ってしまったんですけどね。いやー、これはいかがでございますか皆さん。はい。ピーンと。<laughs> もう、はい。もう、ナビーちゃんにとっては柔軟の日でございまして、私がもう声を上げてギャラギャラ笑ってるのを見てね。はい。次にはこういったことを、はい。見 <laughs> ないで 見ないでーっていう感じでね。はい。愛願をしていたんですけど。さあ、皆さんもね、あの、毛深い衣装を買ってる方々おられると思いますけど、どうですかやっぱり、えー、動物病院に行くとこのような感じでね、あの、寸前まで気がつかないのかそれとも、ついた瞬間に気がつくのかそれとも、ゲージを見せた瞬間に感づいて逃げようとするのか まあ、バーディ君は、はい、えー、病院に着いた瞬間に逃げようとしますけど、ナビーちゃんはまだまだそこまではいかないようでございましてね。えー、今回は診察台の上に登って、初めて気がついたということでございまして、そうですね、ホルスタインさん痛いというよりはなんか違和感なんでしょうね。プスリという違和感。はい。特に、あの <laughs>、 体温計嫌みたいですよ。体温計。<laughs> まあ、体温計を刺される場所が場所だけに、ちょっとね、犬としては嫌な感じなんですけど、いや、セイラさん、本当に感の悪いというかね、まだ学んでいないっていうか、順調っていうか、いや、本当に今日はね、もう、豪から、とにかく、 各腹が痛いぐらい笑わせていただいた、えー、ナビーちゃんでございます。さて今日はね、ちょっとあの、沖縄成人式っていうことで笑えないお話を一つ。これ実はね、あの動画シェアしているんですけど、浦添市の内間交差点っていうところなんですよね。かなり車の通行量も多いところでございまして、今日ここに、いわゆる成人式 塩の車と若者たちがこの交差点に現れたんですよ。実はうらそいし、成人式中止になっちゃったんですよね。で、今日のえ晴れの舞台のために、え晴れ着やね、車の屋根をぶった切って準備をしていた若者たち。そのね、あの、憤満やるせない思いをえ行動にぶつけたわけなんですよね。 はい、カーターさんおっしゃる通り、違法改造オープンカー。これはあの、マーク2なんですけど、マーク2の屋根をぶった切って、オープンカーに仕立て上げてあります。当然、違法改造なんですけど、まあ、この車が、なんとその交差点の中で、ね、回転をしようとしたんですよね。まあ、ちょうど、はい、右折してくるっと回ろうとした時に、目の前に、 大きなワンボックスカーがね、いるもんだから、多分向こう側が見えなかったんじゃないかと思うんですが、もう信号も何のその、ね、助行も何もしない、そして交差点の中で、えー、回転をし始めた瞬間、えー、向こう側から直進してきた、えー、車、乗用車と激しく、まあ、衝突、 することになってしまったんですよね。まあ、このように激しく衝突をし、まあ、当然ながらあの双方、えー、壊れてます。特にこのぶつけられた方は前のね右側がぐしゃっと潰れているような感じなんですよ。はい、こういう感じ。まあ、見てわかるように、 あの、ぶつけられた車の方は結構ね、あの、右側のフロントフェンダー、ヘッドライトのところもなんか潰れてるような感じになっています。そしてぶつけた側のこのね、あの、マーク2はなぜか煙吹いてるんですけど、何の煙かはちょっとわからないんですよ。さてここでね、やはり成人式だから、ね、大人じゃないですか。はい、大人だから止まってね、 あの、申し訳ありませんでしたって言って、あの、きちんと弁償しますからって、やるんかなと私、思った。いや、違ったんですよね。はい。この若者たち、このぶつけた後、何をしたかと言いますと、逃走でございますよ。逃走ね。はい。 もう、タクシー方面に向かって、逃走したということでございましてね。いや、ぶつけられた方は、たまったもんじゃないですよ。はい。で、これ、本当に、結構激しくぶつかってるんで、運転席の方、むち打ちとかね、怪我してたら、これ、物損事故じゃなくて、人身事故。で、人身事故の当て逃げは、かなり、罪が重くなります。 まあね、ナンバー一をついてるんで、えー、自賠責は入っていると思いますけど、多分任意保険は入っていないんじゃないかな。うん。入っていないと思う。あの、自分がね、二十歳の時、えー、車、最初に買った時に、任意保険っていうのすら知らなかったんですよね。はい。任意保険自体知らなくて、だいぶ後になってから、あの、入れた、 記憶があります、まあ、自分がね、あのー、当時、ま、二十歳の頃っていうのは、そういった保険の知識も全くなかったもんですから、自分があの自動車ディーラーに勤めて、あのー、新車をね、そういった二十歳とか、18歳、19歳の若者たちに、新車を、あのー、販売するときには、あの、何をしたかというと、任意保険の分をね、 あの、値引きしてあげて、それで保険を入れなさい。ということで、保険をね、私入れてました。はい。軽自動車とか買いに来る若者を結構親が買ってあげるのって多かったんですよ。だから私はもうね、任意保険の代は負けてあげるから、値引きしてあげるから、それで保険入ろうね、と。 いうことで、それで保険を反強制的に入れて販売をしていたんですよね。で、ある時、あの、南部のね、えー、グッシャンソンの若者が車を買いに来たんですけど、親と一緒にね。で、この親の方に、あの、息子さんは免許取り立てだから、えー、これ任保険入れときましょうって言ったら、いや、それいらないんじゃないのって言うから、 いえ、何があるか分かりませんと。何かあった時のための保険ですから入れましょうっていうことで。で、免許取り立てで、特に男の子だったもんですから、やんちゃな運転するかもしれないので、対人対物の他に車両保険も入れましょうかっていうことで。で、親の方は、まあ、テレコンさんにお任せしますっていうことでね。はい。私の方が車両保険も入れて、車を 販売しました。で、手渡す時にはもうね、保険もバッチリ入ってる状態で、えー、この車の方を納車して、本人はね、喜んでいたんですけど、まあ、それから、どれぐらいですかね、10日ぐらい経って、親の方から電話かかってきてですね、あの、てでコンさん大変なことになりました。っどうしたんですかって言ったら、息子が、あの、車を、 細い路地で対向車を避けるって言ってハンドル切り損ねて車を溝に落としてしまったんですよっていうことになって車を見たらもう屋根も潰れていてね本当にもう全損状態はいで運転した本人は幸いにも怪我なかったんですけど屋根も潰れてもう廃車状態だったんですよはいだけどね奇跡的に本人 怪我もなかった。そして、その時になって、車両保険を入れていたことがね、大きく、ね、こうそうすることになったんですよ。実は、はい。車両保険入ってたおかげで、これあの、車対車の制限付きではなくて、あの、すべてのものに対して、あの、車両保険が効く保険を入れてあったんですよね。ですから、 これ、自損事故にもかかわらず、車両保険で、はい、新車のね、値段の保険金がおりまして、はい、本人また同じ車をね、はい、買うことができました。まあ、新しかった車は廃車になっちゃいましたけど、その代わりまた新しい車をね、あの、保険で手に入れることになって、 で、まあその後は非常にね、もう安全運転で事故も何にも起こさないで、あの、ずっとね、乗っていただきましたけど、保険っていうのは本当に大切でございます。まあ若者っていうのは分からない人が多いんですよ。だからやっぱり大人が教えないといけない。ということはね、こういった、あの、アウトローのね、若者たちには、 誰がじゃあ何を教えるかっていうことになるんですけど、やっぱりね、大人。まあ、この場合は、警察がですね、はい、きっちりと、ね、これ、いわゆる当て逃げとして捜査をして、運転した人間もね、突き止めて、思いっきり焼きを入れてもらわないといけないですよね。はい、大人っていうのは、確かにね、いろんなことできますよ。 ね、好き勝手なこともできるし、酒も飲めるし、タバコも堂々と吸えますよ。でもね、でも、それに対してやっぱり責任っていうのが、伴ってくれる、ね、伴ってくるもんですから、きちんとこういったね、あの、事故を起こした責任っていうのは取ってもらわないといけない、ということでございましてね。はい、この点については、えー、ぜひ浦、裏添そい頑張って、犯人、 捕まえていただきたいというふうに思っております。なお、この件についてはまだ新聞記事になっていないんですが、もしかすると明日あたり、新法タイムスに載る可能性はあります。さて、今このように好き勝手できる沖縄の成人式、実は昔はそうじゃなかったんですよ。はい。実は、沖縄の成人式には暗い歴史があります。これ、昭和52年。 1>, 1月11日、今年も招待せず、自衛隊員の成人式出席、那覇市が正式通知、会場の混乱理由にということで、なんと自衛隊員だっていうことで、成人式に呼ばないっていう暴挙を過去に那覇市がやっていたんですよね。はい。 え、那覇市では、今年も市が主催する成人式典に自衛隊員を招待しないことを決め、はい、えー、これ、市教育委員会の宮里委員長らが自衛隊を訪ね、正式に通知をしたということでございまして、那覇市では自衛隊が沖縄に配備されて以来、一貫して自衛隊を成人式に招待していない、自衛隊員が出席すると会場が混乱するというのが、 理由っていうことで、これって理由になるんですか皆さん。私、ならないと思いますよ。はい。そしてね、あの、自衛隊は隊員といっても成人式や市民としてここが迎えるもんだから、なしの通知どうもっていうふうに納得はしていないと。はい。しかし、このね、宮里教育委員長が、ね、自衛隊を訪ねてこう言ってるんですよね。自衛隊員を招待すると、 民主団体が反対したりして混乱をする。トラブルが起こると成人を迎えた一般市民も自衛隊員も不愉快な思いをするので出席は遠慮してもらいたいと伝えたということで。このね、混乱を呼び起こす民主団体に対してお前なんかこっちに来るなってやるんだったらわかりますよ。でも民主団体が騒ぐからあんたたち来るなっていうことで。 これってどうですか皆さん。いかにね、この沖縄の左翼がね、おかしいっていうのがここでわかるんですよ。こういった自衛隊員のね、一生に一度しかない成人式、ね、それをね、迎えられるか迎えられないかよりは、民主団体が反対して、して混乱をする方が危惧してるという意味がわかんない。本当にこれひどいと思いますよ。はい。 まあ自衛隊の方でもやっぱりこれには納得してないっていうことでね、質問状を出した。なんで私たちを招待しないんですかという自衛隊有志の若者たち60人がね、質問状をナしに出したんです。するとナしは、招待するしないは市長が判断するもので、人権問題でも何でもありませんと。反論をしたと。審査したんじゃなくて、 申し訳ないと混乱をね、避けるためにはどうしてでも、そういうふうにしないといけなかったっていうふうに、頭を下げて謝るんだったらともかく、ね、招待する市内は市長が判断するから人権問題でも何でもないと、開き直ったということでございましてね、当時ナーシ民税払ってたと、思いますけど、な、なんですかこの扱い。これ当時の新聞。はい、今年も招待せず、自衛隊員の成人式、 え、出席、なしが、あの、正式通知、会場の混乱理由にと。自衛隊員が混乱させるんですか違いますよ。ね。薄汚いイデオロギーを持ったね、市民団体、今で言うね、革新政党とか、労働組合とか、そういった連中が騒ぐから、そういった人たちを排除するのが当然じゃないですかはい。そして次。 人権擁護委員会が本位要請。自衛隊員の成人式不正体。はい、人権擁護委員会が、これはさすがに職業差別ではないのかと。これはちょっとあの、取り消した方がいいんじゃないのと。きちんと、あの、成人式出席させた方がいいですよっていうふうに、人権擁護委員会がナ覇シに要請をしたんですが、ナ覇シ長は拒否。 狂ってますよね、皆さんね。これが皆さんあれですよ。人権側とか言ってる人たちの正体ですよ。はい。まあ、彼らの言い分すごいですよ。自衛隊は個人とは言っても自衛隊というね、特殊な組織に所属しており、そして命令があればその命令に従って動くような人たちだから、一般市民と同じようには扱えないと。意味わかりますか まさに職業差別。会社だって、会社の社長があれやれこれやれってやるじゃないですか。ね。おかしくないですかこの人たち。はい、人権侵害。ね。そして、こういったことも言ってます。平良那覇市長、もうバリバリのね、革新、左翼ですよ。成人式招待問題で会見。 自衛隊は真似飾る客。当然の行政判断。反戦平和の立場を強調。何ですか、これ。いや、真似飾る客って個人で思うにはいいですよ。個人で。でもね、那覇市という行政がですよ。ね、その行政のトップが、自衛隊は真似飾る客。はい、セイラーさん。 これ今でも続いてます。今でも自衛隊は真似飾る客だと彼らは思っています。当然の行政判断。反戦平和の立場を強調。これがね、皆さん、いわゆる反、反戦平和は免罪符。反戦平和は免罪符の、ね、これが証拠。ね、この時から反戦平和は免罪符になっているわけ。 なんですよ。しかしあまりにも皆さんひどいと思いませんかこう言ったのね。はい。そして、これ人権侵害。なんとね、地方法務局が調査を始めたんですよ。そしてナハシに対してこれは不適切だからと言ってるにもかかわらず、ナハシはそれは人権問題ではないと。人権問題じゃないそうです。 これ市長が決めることであってね、人権問題でありませんよ、と。はっきり言ってね、普段から人権とか平和とか言ってる人たちってこんなもんなんですよ。これがね、未だに永遠と続いているのが沖縄のオール沖縄、共産党、立憲民主党、そういった人たちなんですよね。まあこれが、いわゆる沖縄の暗黒の、まあ、成人式の歴史。 ということでございまして、今ではそういったことはなくなったんですが、過去にこのように自衛隊員というだけで差別を受けていた、ね、反戦平和、免罪符。その反戦平和という名のもとに、一生に一度しかない成人式を受けられなかった若者たちがやっぱりいると。まあそういった人たちが沖縄に対してどういった思いをね、持っているのかは定かではございませんが、あまりいい。 印象は持ってないだろうなというふうに思っております。まあ平和、平和という人たちほど争いを好み、人権だ、差別だと叫ぶ人たちほど他人のそれを蹂躙する。いやー、全く沖縄の左翼そのものだなぁなんてね、思っていますが、いや、はや、 えこういった暗黒の歴史が沖縄にあったということをね、皆さんにまた知っていただければ幸いかなと思っております。いや、しかし今日は本当に、ろくでもないね、あのー、写真を見て、最初は笑っていただいたんですけど、後半はちょっと考えさせられる話題だったと思います。まあ、この時の、いわゆる反戦平和は免罪符というのが、未だに 沖縄には息づいており、えー、自衛隊員の方々のみならず、米兵や、ね、我々のように、その沖縄から日本をね、真剣に憂える人たちのことをね、右翼だとかね、あの、売国土だとか言ってね、差別する人たちがいまだにいる。まあ、そういった人たちと我々は戦っているっていうことを皆さんにはまたね、再認識していただきたいと思って、 おります。まあでも今日は笑っていただけましたかピエンで。はい。ピエンで。<laughs> ピエンでございますよ、皆さん。はい。ね、硬い話ばっかりじゃなくて、たまにはこういったお話でね、ケラ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 やっぱり笑っていただこうと思いまして、ナビーちゃんのピエン顔をね、お送りさせていただきました。またね、ちょっと笑えるお話があったら、 また乗っけてみようかなと思っております。ということで、えー、今日のボギーチャンネル、まあ、これにて終了させていただきます。えー、なお、今日、中佐、はい、プレミア公開、23時から、ですね、23時。<laughs> 23時でございますよ、皆さん。また、お時間のある方、ぜひまた遊びに来ていただきたいと思います。皆さんの再生でね、あの、 いわゆる放送が継続できておりますんで、ご協力の方またよろしくお願いしたいと思います。ということで、本日はピエンで、はい、終了させていただきます。では皆様、明日同じ時間にまたお会いしたいと思います。ありがとうございました。